フォアハンドボレーの構えの作り方準備について動画を解説したいと思いますこのレッスンの対象としてはフォアハンドボレーで振り遅れてしまうあるいはなかなかボールが飛ばないボレーが苦手であるといった方へお送りしたいと思いますこのレッスンのゴールとしてはフォアハンドボレーの準備構えについて 基本的な考え方が理解できることそして振り遅れないためにそしてボールを飛ばすために何が必要なのかという点が理解できることこちらをゴールにしたいと思いますまずこの動画はフォアハンドボレーの基本的な体の使い方打ち方についての動画をご覧いただいていることを前提にさらに細かく解説していきたいと思いますまず構えを作った状態からボールが飛んできたときに まず最初にインパクトの位置に構えを作るようにしましょうそして構えを作るポイントとしては腕や手でセットしてしまっては手打ちになりやすくなってしまいますので必ず構えたレディーポジションの状態からターンをして構えのところまでラケットがいくようにしましょう構えた状態から体をターンしてインパクトにできるだけ近い位置に腕がまず来るようにしましょうそしてこの状態であればもし 非常に速いボールが来ても当てればとにかく相手のコートには帰るということになります <music> そしてまず打点のインパクトの形を作ったら今度はそこから手首の力を出来上げ抜き体を少しさらに深くターンしてみましょうこのような形になります ラケットヘッドはインパクトのうちに残ったまま腕が少し引かれていくというような形です決して手の力で引こうとしてはいけません体を必ずターンするようにしましょうイメージとしては右半身の壁この右半身の大きな壁をそのまま少し引くようなイメージ壁全体を引くようなイメージで 捉えてくださいあくまで手首の力は抜いておいて構えを作ったときにラケットヘッドがしっかり残っているようにしましょうこの形を作る理由はまず一つラケットの位置がヘッドの位置がインパクトの位置にあるので非常に遅れづらくなりますよく遅れる方のパターンはやはりこのように引いてしまうパターンですこのように引いてしまうと手が出てきてもヘッドが遅れているので振り遅れてしまいアウトミス などが生ままれてしまうわけです,ですので必ずヘッドはインパクトの位置に残るようにしましょうそしてもう一つ振り遅れないためにラケットや腕をずっとここに置いておくと力が生まれづらくなってしまいますですので余計手に力が入ってしまいやすくなりますので必ず少しターンをしてヘッドは残っているけれども体がターンされてここで力が生まれる余白この余白を作ってあげましょうそうすることで ラケットは振り遅れないけれどもしっかり力は生まれやすいという状態が作れますはい、ここが非常に大きなポイントになりますですので決して手首をロックしてしまったり力をギュッと握ってしまったりすると手を引いてしまうと一緒にラケットが引かれてしまうので振り遅れてしまいますですのでグリップはゆるく柔らかく持ち 手首もロックせず柔らかくししておきましょうそしてインパクトの位置にラケットを置いた時の感覚が手首でギュッと持ってしまうと手首でラケットの重さを支えますですのでラケットの重みを腕全体で支えているような感覚で持ってくださいふんわりと持つようにしましょうラケットの重みを腕全体で支えてくださいそうすると手首の力が抜けますのでこのような構えが作りやすくなります 決して手首をロックしたりギュッと握ったりしないようにしましょうこの形が作れるとあとはインパクトまで持っていくだけですこの形を作ることが非常に大事なポイントになります今回の動画ではまずレディーポジションから構えを作るまでを解説してみました正しい動き正しい力の使い方で構えを作れば そこから正しい力の使い方でボールを打ちに行くことができますですので構えを作りに行く動作は非常に大事なポイントになってきますまずは素振りで構えを作る動作の作り方出来上がった時の形や作っていく時の体の感覚それを確認してみていってください今日のレッスンはここまでになりますありがとうございました